バニティフェアに掲載された1879年の肖像フランソワ・ポール・ジュール・グレビはフランスの弁護士、政治家、第四代大統領、フランス東部のジュラ県出身、パリで法律を学び、7月王政下では共和派の弁護士として活躍。弁護士時代には共和主義者の政治犯の擁護者として名を挙げる。1848年の2月革命以後、 ジュラ県への共和政府派遣委員、同県選出の憲法制定議会の議員となる。憲法制定議会の副議長となるが、1851年、以後の第二帝政へと続く、ルイ・ナポレオンのクーデターに反対し、失脚。パリのマザス監獄に収容された。以後、十数年完成会を離れ、この間に、パリ弁護士会会長を務める。 第二定政末期の1868年、再び、ジュラケンから議員として選出され、政界復帰。レオン・ガンベタ、アドルフ・ティエールと並ぶ、共和派の重鎮として活躍。国民議会議長、大議員議長を歴任。1879年1月、上院の改選により、共和派が圧勝すると、応答派のパトリスド・マクマン大統領が退陣。これを受け、 共和派のグレビがフランス共和国第四大大統領に就任する。それまで応答派の大統領と共和派が多数を占める議会が退治する時期が続いていたが、このグレビの大統領就任とウィリアム・アンリュ・ワディントン内閣の発足により、ようやく議会が大統領に優越する第三共和制の統治システムが定着を見た。大統領就任中は、 同じく共和制恩恵派のジュール・フェリーらを中心に、経済危機や右派の交流をしのぎながら諸政策を推進。外交面では、夫婦戦争以来のドイツ帝国との摩擦を避け、平和安定に尽力した。フェリー内閣の下では、植民地拡大政策が実行され、オット・フォンビス・マルクのフランス封じ込め政策に逆らわず、アフリカや東南アジアに植民地を求めることで、 フランスの威信を高めることとした。内政面では、共和主義的自由を推進し、ラ・マルセエーズを国家に定め、バスティーユ襲撃の7月14日を国民祝祭費として制定。1880年の同日に、パリコミューンで処罰された人々に大赦を与えた。また、反共権主義政策に基づく教育改革を進め、初等教育の無償、義務、 世俗化原則の導入や女子中等教育の世俗化、セーブル女子高等市範学校の開設など、カトリックの青少年への影響力を低下させる施策がクレビ政権下で実現した。1885年に大統領に再選されるが、2年後の1887年、折からのブーランジェ運動の中で、女性ダニエル・ビルソンの勲章収賄事件が発覚。ビルソンが、 大統領自身から勲章と栄誉を受けようと取引したことが明らかになり、これをジョルジュ・クレマンソーラに追求されたことで、モーリス・ルービエ内閣の総辞職とともに大統領の辞任を余儀なくされた。在任中は共和制の確立を目指して着実な業績を残し、第三共和制下で初めて7年間の人気を全うした大統領である。 その政権運営の手腕は後年まで大統領職の一つの基盤となった。ABCDEFG かし茂る倉方検索カリカチュアで読む19世紀末フランス人物辞典白水社2013年37ページ。AB ディビドクリスタル編岩波ケンブリッジ世界人名辞典岩波書店1997年313ページ。 グレビこれにより1848年憲法が制定された。AB 日本大百科全書7小学館昭和61年711ページグレビ公岩波世界人名事典岩波書店、2013年854ページグレビ公 ABCDF e 福井の彦編審判世界各国史12フランス史山川出版社 2001年一般1冊、2008年一般4冊、351から355ページ。佐藤正一、中野高尾編、フランス史研究入門山川出版社、2011年、188ページ。ブリタニカ国際大百科事典 17TBS、ブリタニカ、1988年改訂版、590ページ、フランス史講。 ブリタニカ国際大百科辞典 6TBS ブリタニカ1988年改訂版176ページクレマン総行岩波西洋人名字典増保版岩波書店1992年増保版第10冊471ページグレビー工ありがとうございます